で、刀を乗っけてから、上を少し解きます。で、この時に、I字ブラシに PP450 のこの横倒しでこういう風に作ります。で、これができるのはもう、この PP451 だけなんで、ナイロンを使うテンションを多くっていう人はよく見るんですけど、自分はナイロンじゃなくて呪毛の方が毛にツヤが出ると思っています。で、スキーを入れてから、I字ブラシで広げます。で、必ずこの I字ブラシ PP451 は、横倒しにして、解くと手で開けた形にちょうどなるようになっています。一回、手を戻して、で、ちょっと仮止めで、ポリピンを。2ピンの回転止めで、で次に若干こうセクシー系のヘアスタイル作るときにはほつれてる毛があったり、ほくれがあったり、お姫様落としで1個長い毛を左右に垂らしたり、まぁ、あ、ちょっとそういう感じを作りたいと思います。少しバランス見ながらですね、人差し指でピンヘッドを押して上に少し持ってきたところをばらかしていきますね。感じですね。こちらもサイドも親指と人差し指で挟んで、ちょっとニュアンスをちょっと多少は女性っぽくするので、全く作り込みなしじゃなくて、若干だけ作り込んで。そしてこの場合も中指でピンヘッドを合わせて落とします。それで右サイドがあと残るんですが、フロントは最後に被せようと思ってますので、まず右サイド。まあ、通常ですとあまり作り込まないでふわっと落とすか、編み込みかなんかで可愛らしくというのが多いんですけど、まあ様相とはいえ少しセクシー系な印象を出したいので、普通に右ヘッドに合わせて毛束を動かしていきます。外に出ないような角度から押し込んで、そしてここでピンが外れにくいようにいい加減逆毛を落とす。そしてこのフロントをちょっとスモールビーでやってもフィニッシュです。簡単でちょっとセクシーなっていうのを狙っています。今からじゃあちょっとウォーキングします。